こんな風に持って、ここで消せますね、こうやって。この状態で撮影を開始して、1.5 秒後ぐらいにライトを消します。じゃあちょっとやってみます。GoPro、写真。1、2、消します。撮った写真を見てみましょう。はい、ということでこれ、撮った写真ですね。こんな感じでございます。GoPro、写真。どうも皆さん、こんにちは、ケンです。今回ですけれども、タイトルに書いてある通り、こちらディディン、 GoPro だけで星空写真を撮影する方法、これを解説していきたいと思います。この動画のサムネイルも、星空写真だったと思うんですけれども、その写真も、この GoPro Hero 7で、撮影しました。で、今これお見せしている写真、これも全てこの GoPro Hero 7で撮りました。タイトル、サムネどっちかに書いてると思うんですけども、特別な機材等々は使っておりません。マジでこの GoPro だけで撮影した星空写真でございます。星空撮影っていうと、なんかものすごく難しいんじゃないかなって皆さん思われてると思うんですけども、全然あの設定さえちゃんとすればめちゃくちゃ簡単なので、今回はその設定方法とか、あとはですね、ちょっとしたテクニックとかも、お伝えできたらなと思っております。ちなみに今回使ってるのは GoPro Hero 7なんですけれども、 GoPro 5678、どれでもできるんで、ぜひ参考にしてみてください。ということで早速やってみましょう。ほい、ということですね、今回の撮影スポットはこんな感じになっております。でね、暗すぎて何も見えないと思うんですけれども、ここはですね、海水浴場でございます。あそこに、橋がかかってますね。で、こっちは海なんですけれども、もう真っ暗で多分何も見えないと思います。で、こっち側はね、ちょっと陸とかトイレとかあってっていう感じのところでございます。今日はですね、月が出てるんで、星空としては、コンディションは良くないところなんですけれども、この本当にこの GoPro だけで、星空を撮影していきたいと思います。ってことでですね、設定方法ですね。今回は星空の写真なので、写真モード、写真の夜間を選びます。はい、これでですね、写真を、夜の写真を撮るモードになりました。でですね、この下のところに30秒とか広角とかあると思うんですけれども、この30秒は、30秒で OK ですね。今回はですね、この設定っていうところは、シャッタースピード、シャッターっていうところと、この ISO というところだけをいじくります。それ以外はいじくりません。シャッタースピードは、30にしてください。で、この ISO というところを、とりあえずは今回800からスタートしましょう。最小を800、最大を800にすると、まあ、自動的で800になるんで、今回はとりあえず800でスタートしてみたいと思います。ではですね、この設定しました、この状況で、こうやってちょっとね、画角を決めて、今回はちょっとここに置いてみます。ここですね。ここにこうやって GoPro を置いてみます。ではですね、照明とかを真っ暗にして、ここに光ってるところに GoPro があります。早速、じゃあシャッターを押します。ポチッとな。はい、今3秒間のタイマーが、鳴ってます。3秒間のタイマーが鳴った後、シャッターが切れます。30秒間の撮影なんですけれども、こんな感じで、カウントダウンが始まります。今15ですね。これ30秒経つと、30秒で1枚の写真を撮るみたいな感じです。この間、光を取り込んでるんで、動かしたりしては絶対にダメです。ってことで、ちょっと30秒、あと5秒ぐらい待ちたいと思います。はい。ってことで、ピッピッピッって言いましたね。これで、1枚撮影し終わりました。じゃあ今回この撮影した写真を見てみましょう。はい、ってことでですね、撮影した写真こんな感じでございます。ディディン、皆さんにはこの生データをお見せしてると思うんですけれども、どうですか？この動画上ではこんなに真っ暗なんですけれども、30秒間のシャッタースピードで写真を撮るとこんなに明るく写ります。そうですね、こう今海水浴場なんですけれども、水は引いてますし、なんとですね、僕たちの目の前には、無人島があったんですね。こうやって写真で見ると見えないところが見えてくる感じですね。で、この右上のとことかね、大きな星があったりとかして、夜の写真っていうのはこう面白いですね。っていう感じでですね、GoPro だけでも、こんな感じで、星空の写真を楽しむことができます。ただですね、これ、画角がちょっとうまくないと思うんですよね。星空の写真なんで、もうちょっと上に向けたいと。そんな時はですね、GoPro を三脚に立てて、もうちょっと上の方に向けるとか、まあね、こういった、階段でもいいんですけど、なんかこう、なんかに立てかけてね、上を向けたりとか、まあ、いずれにせよ三脚はですね、必ずあった方が、まあ、特別なあの器具は必要ないって最初に言っちゃったんですけれども、まあ、三脚ぐらいはね100均で売ってるんで、買っていただきたいと思います。ってことですね、これからはちょっと三脚を使って、画角とかを調整してまたちょっと撮ってみたいと思います。そして、自分を入れてね、自分の人を入れた状態でもちょっと撮ってみたいと思います。ということですね、今回はちょっとアタッチメントを忘れてしまったので変な、固定の方法になってるんですけども、まあ、こんな感じで三脚に、取り付けて上の方にね今向いてますけども、レンズがこんな感じで
撮影してみたいと思います。はい、ということで皆さん、ほぼ真っ暗で何も見えないと思うんですけども、モニターの明かりの下に GoPro があります。今 GoPro から10メートルぐらい離れてるんですけども、この状態で、Wi-Fi でスマホと GoPro 接続してシャッターを切ってみたいと思います。それと僕が入った状態でシャッターを切ることができます。ではやってみます。はい、どうでしょうか。ちっちゃくね、オレンジ色の僕が映ってると思うんですけども、こんな感じで、僕自身が映ることができます。その時ですね、僕は、一歩も、動いちゃダメです。30秒間動いちゃダメなので、注意してください。今日はですね、ちょっと月が出ててですね、あんまり条件が良くないんですけれども、もうちょっと、暗い場所に行って、また、写真の撮り方、違う写真の撮り方を解説したいと思います。はい、ってことですね。GoPro はこんな感じで設定しております。あちらが海ですね。もう本当にマジ何も見えない。今ライトをね、1個、2個、3個焚いてますけれども、ライトが3個あって、このぐらい見えるようになっております。ってことですね。この、さっきのシャッタースピード30秒、ISO は800で、またここでちょっと写真を撮ってみたいと思います。じゃあちょっとライトを消しましょうか。はい、ということですね。2つ目のポイントはですね、本当に、明かりがなくて星空が、映る入り江みたいな感じになっている、スポットでございます。今のところ僕が説明したこの GoPro の、写真の撮り方っていうのは、本当 GoPro だけ、まあ、三脚は使いましたけれども、 GoPro だけを使った、感じなんですけれども、これからもちょっとしたテクニックを使いたいと思います。ですね、まあ、光があるとちょっとまた違った感じになってくるので、ちょっとね、説明するよりも多分見た方が早いと思うので、ちょっと、ご覧ください。こういうところでですね、次に皆さんに、お教えするテクニックはこのライトを使ったテクニックでございます。これですね、普通の普通のライトです。普通のもうライトなんですけれども、これを持ってこれ天にこうやって刺すじゃないですかね。天に刺した状態で撮影すると、撮れる写真があるんで、それを撮ってみたいと思います。今ですね、このカメラ、皆さんが見てるこのカメラで映るようにライトをたくさん、焚いてるんですけれども、本当はライトは0個です。それを想定した上でご覧ください。繰り返しますけれども、本当はこれ電気ついていないです。電気はこれだけです。これだけで、撮影するとこのようになります。ではちょっと撮影の方法をご覧ください。ライトを持った状態で立ちます。立って、天にこうやってかざします。かざした状態で GoPro 写真って言います。はい、今ピッて言ったんですけれども、今シャッターが切れている状態です。この状態で30秒待ちます。こういうところですね、今ライトを使って天に刺した状態で写真を撮ったんですけども、めっちゃすごくないですか。マジでこれ使ったの GoPro だけですよ。 GoPro とこのライト、このライトもね、別100均のライトとかでもいいんで、もうこれだけで簡単にこんなちょっとおしゃれな、写真を撮ることができます。特別な機材とか特別な、知識とかもいらず、シャッタースピード30秒にして ISO を800で固定して、で暗い、星が綺麗な場所に行けば、こんな簡単に、こんな写真が撮ることができるんで、皆さんもぜひ参考にしてみてください。はい、ということですね。次は、この iPhone 11のこのライト、今もついてますけど、このライトを使いたいと思います。何度も言いますけれども、今、皆さんがこのカメラで見えるようにライトを焚いてます。この光ですね。今ここにある光を焚いてるんですけど、撮影するときはこの光は消してください。今、このカメラで見えやすいようにライトを焚いてるだけです。ではちょっと早速やってみましょう。はい、ということですね。皆さんが見てるこのライト、これは iPhone のライトです。簡単に人差し指で今、こうやってですね、こんな風に持って、ここで消せますね、こうやって。この状態で持ちます。で簡単に、消したりつけたりできる状態にしておきます。自分にこうやって、頭の上にライトを持ってきて、自分にライトが当たるようにしておきます。この状態で撮影を開始して、1秒後に、まあ、1.5 秒後ぐらいかな。1.5 秒後ぐらいにライトを消します。じゃあちょっとやってみます。GoPro 写真。1、2、消します。消した後、28秒間、このままじーっと待ちます。はい、ということでね、30秒経ちました。撮った写真を見てみましょう。はい、ということでこれ撮った写真ですね。こんな感じでございます。ちょっとね、明るすぎて元気玉みたいになってますけれども、まあ、ちょっと
クールな感じなんかちょっとなんかマジシャンみたいな雰囲気が出てるかなと思います。こんな感じですね。暗すぎるときは逆にちょっと光を1秒間照らしたりとかすることによって、なんかちょっとおしゃれな雰囲気になったりするんで、暗いときは逆にスマホの光とか、100均のライトとか何でもいいんで、光をねちょっとだけ、30秒とかダメですよ、明るすぎるんで。ちなみにライトを焚いた状態で30秒撮影するともうこんな感じで白飛びしちゃって全然何か何だか分かんなくなるんで、光はほんと1秒とか2秒とか当てるのはねっていう感じでやると、GoPro でも、こんなクールな写真を撮ることができます。今回ですね、この GoPro で、星空撮影をするにあたってめちゃくちゃおすすめな商品があります。それがこちらですね。ででん、これライトなんですけれども、これですね、リモコンが付属しています。こんな感じで、こんな感じでね、リモコンを押すと、つけたり消したりすることができます。このライトはですね、キャンプメーカーのユージャックさんから、発売されてるんですけど、めちゃくちゃ明るいですし、こういったリモコンがついてるんで、こういった星空撮影とかにめちゃくちゃ向いてます。さっき1秒間だけライトを照らすとめちゃくちゃいいよって言ったんですけども、じゃあこれで1秒間照らしてあとは消すだけっていうのをちょっとやってみたいと思います。じゃあ、こんな感じで、腕を伸ばした状態で左手にリモコンを持って写真を撮り始めて1秒後にライトを消したいと思います。1秒か2秒ぐらいかな。いきます。GoPro 写真。はい、消しました。この状態で30秒また待ちます。はい、ということでいかがだったでしょうか。こんな感じで光をコントロールすることで、自分と星空を映したりすることができます。今まで皆さん、疑問に思ったことありませんか？なんで星空も映って自分、人間も映ってるのか、近くの被写体も、映ってるのかって疑問に思ったと思うんですけれども、こんな感じで光が当たる量をコントロールすることによって1秒間だけ自分に光を当てて、1秒間だけこう自分の光を入れて、30秒間は後ろの光を取り込むみたいな感じで、もう光の量をコントロールすることによってこんな感じの写真を撮ることができます。この写真はですね、ユージャックさんのこのリモコン付き、ライトを使用したんですけども、キャンプ中とかね使う分にも全然いいですし、こういった写真を撮る人なんかにも、めちゃくちゃおすすめなライトでございます。この動画は別にライトの紹介ってわけじゃないんですけども、星空撮影とめちゃくちゃ相性がいいんで、このライトの購入先は概要欄の方に貼ってるんで、気になった方はチェックしてみてください。ということですね、現在、時刻はですね、深夜2時半なんですけども、マジで寒いんで、ちょっともう何枚か、写真を撮ったらちょっと帰りたいと思います。やっぱね、僕が一番好きなのは、こういったライトで天に差す光の、写真が一番好きなので、何枚か撮って、帰りたいと思います。撮り方は一緒で、シャッタースピードを30秒にして ISO を800に固定、そして GoPro 写真っていうだけで OK です。ということですね、もう何枚か写真を撮ってちょっと早く帰りたいと思います。